叫んでいるか。ここまでとは思わなかったよ。あんたおかしいんじゃないの。昔私が父に技を教わってた時はあんたみたいに自発的にはなれなかったよ。今だってそう。対人格闘術なんて役には立たないんだし、正直あんたやエレンのような人が不思議で仕方ない。あんたらのような兵士ごっこしてるバカに囲まれていてもなじめそうにない。コニー、サーシャ、どうしてここに。訓練ならもう終わったでしょ。訓練の後にお前らが面白いことしてるって聞いたからさ。それより兄、お前そんなこと考えてたのかよ。は、いや、そうですよ兄、水臭いですね。あ、今度みんなでどこかに出かけるってのはどうです。いいよ、そういうのは。あんたまで。よし、決まりだな。今度の非番の日、弊社の前で集合だ。すっぽかさないでくださいよ。わかったよ。肉なんてどこから調達してきたの。まさか。秘密です。兄には特別に一切れ分けてあげます。そして残りは私が。ああ、それじゃありがたくもらうよ。でも本当にいいの。特別です。私が全てを失う覚悟で手に入れてきたお肉なんですから、しっかり味わって食べてくださいね。やっぱりどうやって手に入れてきたのかは聞かない方が良さそうだね。話はこのくらいにして早速食事にしましょうよ。お前ら約束だぞ。
あのさ、ありがとう。今日は楽しかったよ。価値観がどうとか、自分の生き方がどうとか、私は難しく考えすぎてたみたいだ。たまにはこうやってみんなと過ごすのも悪くないね。こいつを利用したか。
ざわざ追いかけなくても。なんて言ったら怒られるようだな。行くわ。皆さん、先生、無視はできないよな。最後の時には家族と過ごしたいんだ。皆さん、
だが突っ走りすぎるなよ。エルドさん、お任せください。お願いします。行くよ。彼らに負けたくはない。準備はいいか？全員一緒！
了解、行きます。いざ、やったか。君、こっちを手伝ってくれる？ここで殺して。よく来てくれたな、思うとかよ。ここで死なれては困ります、お気をつけて。いざ、運営用紙を確認して、私が向かいます。ならば礼を言う。そんな。新兵の動きじゃなかったぞ。いざ、長田さん、お願いします。強そうだな。はっきり合わせ、休む気はない。すごいよ。あ、よ、お前元気そうだな。最近どうなんだ、活躍とかしてんのか。持ってそう言えて、俺なんてトロスト区奪還作戦の時、巨人と戦って分かったんだ、俺兵士なんかには向いてねえ、もうやめちまいてえよ。ったくよ、なぜお前のその根暗で卑屈な性格、ほんと気に食わねえ。なんだよユミル、聞いてたのか。何か俺に文句でもあんのかよ。大ありだ、やめたきゃさっさとやめりゃいいじゃねえか。自分の命がかかってんのに、それすら自分で決められねえのか。そんな兵士に守られてえやつなんているかよ。ああ、もうユミルったら、いつも言いたいことばっかり言っていなくなるんだから。ユミルは不器用だから、あんな言い方しかできないだけで、本当はもっと違うと思うの。なあ、もしかしてユミルのやつ、俺を励まして生きやがったのか。ん、誰か来るぞ。そこの中東兵、ちょうどいいところに。頼む、今度巨人の討伐任務に行ってもらえないか。壁を警備する人員が足りていないんだ。最近壁の近くに来る巨人が多くてな。え、いやですよ。勘弁してください。
情けねえ。俺だってな、俺は家族を守るためにヘルシェになったんだ。これくらいなんてかと、やっぱり来い。な、一緒に任務に参加してくれよ。無理か、お前調査兵だしな。調査兵団から人手を借りる許可はもらっている。そこの調査兵、お前にも手を貸してほしい。本当か？お前が来てくれるなんて心強いよ。お前がいたら生き延びられそうな気がする。
任せてくれ。あの巨人は新兵の手に余り、やるか。次はミッション、お待たせ。終わったのか。終わっちゃった。できることなら巨人なんてもう見たくねえ。すまん、まだ体の震えが収まらねえんだ。報告頼んでもいいよな。ありがとな。おかげでなんとか帰ってこられたよ。お前が来てくれなかったら今頃俺は考えただけで気持ち悪くなってきた。俺これから一度実家に帰ろうと思うんだ。死ぬかもしれねえって思ったら急に家族の顔が見たくなって。まあすぐ戻ってくるよ。また自分が何も得しない、くだらない用事だろうに。どうした？変な顔して。ないよな。他のやつにつけ込まれなきゃいいんだが。さて、次は選択をしておけよ。染み抜きを忘れるんじゃねえぞ。それから今度一緒に任務を引き受けてもらうからな。私が楽できるようしっかり戦えよ。
言ってやるよ。やるな。おかげで楽に任務を終えられた。今後も手を貸してくれよ。お前には期待してるんだからな。一仕事終えたし、取ってきた食料でも食うか。多く取りすぎちまったな。なんだよその物欲しそうな顔は。分かったよ、お前にも分けてやるって。感謝しろよ。
信してみせる。なるみ、さっきの講義なんだけどさ、わかんねえところがあって。おい、アルミ。ごめん、聞いてなかった。明日でもいいかな。ああ、別に構わねえけど。なあ、あいつどうしたんだと思う？確かに最近アルミンのやつ夜遅くまでなんかやってて、あんまり寝てねえみたいなんだよな。あの様子ちょっと心配だな。手分けしてあいつを探しに行こうぜ。呼び出された日があっただろう。あの時壁上固定法の運用について意見を求められたんだ。その時の僕の意見が実際に採用されて、ちょっとした成果を上げられたまでは良かったんだけど、その評判を聞きつけたハンジさんに調査兵団全体の演習計画を立案してくれって言われて、そんな大役僕なんかに務まるのかな。その君を見込んでまた頼みがあるんだけど、全体演習が失敗しないように手伝ってもらえないかな。本当？君に頼んで本当に良かったよ。ありがとう。それじゃあこれからよろしくね。迷惑かけて悪いけど、本当に頼りにしてるんだ君のこと。なるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。うんうん、これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。大将、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では、仲間との連携が必要になる場面も多いだろうから。
やってやる。俺たちなきっとやれるはずだ。だがね、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかしお前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし、ありがとな。俺もお前みてえに、いや、お前以上に強くなってやる。
来たな。じゃあ今日の訓練を始めるか。どうした、俺の顔に何かついているか。そうか、顔に出しまってたか。兵士としてやっていくなら命を懸けることだって何度もある。覚悟してたつもりなんだが、何人もの仲間が大怪我したり死んだりするのを見てきた。俺自身何度も危険な目に遭った。このペースじゃあの世まであっという間だ。兵士をやるってのはどうも体より先に心が削られるみてえだ。ああそうだな、俺がこんなんじゃ不安になるよな。いずれにせよここで折れるわけにはいかん。俺はいつか帰れなくなった故郷に帰るんだ。前に話したことがあったか。ウォールマリア南東の村だ。諦めたら帰れなくなっちまう。お、すまん、つい話し込んじまった。いい加減訓練に戻らないとな。なるほど、度胸をつけるためこの巨人模型に思っていることを大声で話せばいいんだね。けど急に言われても一体何を言えばいいんだろう。そうだね、ライナーにあんな風に言われて悔しいよ。僕にも曲げられないものがあるってことを示さないと。帰れなくなった故郷にいつか帰るんだ。こんな感じでいいのかな。でも確かに大声を出すと少し自信が湧いてくるみたいだ。前にも話したことあったかな。僕とライナーは巨人に奪われたウォールマリア南東の山奥の村出身なんだ。いつの日か一緒に戻りたいんだけど、僕がこんなんじゃライナーの足を引っ張ってしまうんじゃないかって不安で。ありがとう。ライナーも僕に実力があると思っていて、だからこそ不甲斐ないと感じてるみたいなんだ。とにかく君のおかげで一歩前進できたみたいだ。ありがとう。引き続き協力してくれると助かるよ。
ここもパッとしないな。やっぱり最初に見たお店が一番かな。あ、こんにちは。あなたもお買い物に来たの？そっか。実は私もお店巡りの最中だったの。兵長への贈り物にちょうどいいものはないかなって。少し高めの紅茶を贈ろうかなって。兵長は紅茶がお気に入りなの。高級品だけどね。まったく、その程度の案しか浮かばないとは。お前の発想力は俺の足元にも及ばないな、ペトラ。なんでここにいるのよ、オロ。雑巾よりは紅茶の方がよっぽど贈り物らしいと思うけど。兵長なら自分の好物より役に立つものをもらった方が喜ぶと思うかな。まあ、お前にはわからないだろうが、俺にはわかる。なぜだかわかるか。それもわからんのか。だからそれ本当にやめてくれる？昔はそんな喋り方じゃなかったよね。ごめん、つい熱くなっちゃって。でもみんなが納得できるような贈り物じゃないと意味がないと思うの。はっ、まあそこだけはペトラの言う通りかもな。他の二人の意見を聞いてみるべきかもしれん。だが、きっと俺の案に感心して採用になるだろうよ、ペトラ。それは絶対にない。まさかあのリヴァイ兵士長が合同訓練を監督してくれるなんて。いいとこ見せねえと。あの人に認められれば早く昇格できるかもしれねえ。壁内全土から集められてるから知らない顔が多いね。ったくあいつら人気だな。功を焦って変な動きでもされたら人気取れねえぞ。私の獲物よ。うるせえ、手柄は俺のもんだ。訓練は中止だ。しかし訓練はまだ始まってすら。全員解散しろ。リヴァイ兵長は勝手だ。訓練を任されたからには最後までやり通す義務がある。多分僕たちが兵長にいいところを見せようとして協調性のないことばかり言ってたから呆れちゃったんだよ。兵長は壁の外の怖さを知ってる人だ。だからこそ僕たちの様子に失望したんじゃないかな。まあここで話していても仕方ねえよ。とりあえず今日はもう兵舎に戻ろうぜ。お前か。なんだ、さっさと帰れ。そりゃ残念だったな。恨むならお前の同期とも恨んでおけ。もしかするとお前やエレンには技術や戦術よりも先に指導してやるべきことがあるのかもしれねえな。安心しろ、エルヴィンの命令である以上指導は続ける。次は壁外任務に連れて行く。巨人の殺し方を教えてやる。俺がやってきたな。仕方ねえな。
ください。この人さ、指導の教材にするにはクソすぎる状況だから。ビビって嫌がるんだ。手を上げるのは勝手だが、エルヴィンたちの期待を裏切るんじゃねえぞ。巨人どもに殺されずに生き残る、それが最低限の課題だ。これでどうだ。休む。アルビン、クリスタ、ごめん、助かったよ。なんとかできてよかった。救援要請無視はできねえ。遅い。この調子で。だったけど、無茶はしなくていい。命の使いどころは今じゃないはずだ。はい、ラナブさん。でも無事でよかったです。皆さん、指導しろというエルヴィンの命令は正しかったようだな。少し厳しい指導内容かとも思ったが、食らいついてきたようだな。いや、
これぐらいじゃねえと指導のしがいがねえ。今後も励め。これでもてめえには期待してるんだ。がっかりさせるんじゃねえぞ。返答を聞いてもいいかな。本当？まさか本当に受けてくれるとは思わなかったよ。本当にいいのか。君も忙しいだろうに、無理はしなくてもいいんだぞ。いいやった、ありがとう。君を信じてたよ。よし、これで研究を次の段階に進める目処が立ったぞ。分隊長、はしゃぎすぎです。それで具体的にはどんなことをさせるつもりなんです？そうだな、その説明の前にまずはこの子に一つ質問をしておきたいな。君は人類が巨人に勝つためにはどうすればいいと思う？その通りだ。じゃあ強くなるためにはどうしたらいい？相手を研究し、その弱点を知り尽くせばいいんだ。しかし巨人の研究を進めるためにはどうしても巨人を捕獲できるくらいの技量を持った兵士が必要になる。けどそんな兵士は決して多くない。そこで私は考えた。いっそ自分で鍛え上げてしまえばいいんだと。分隊長、むちゃくちゃすぎます。新兵に一体何をさせるつもりなんですか？別に最初から巨人と戦って死んでこいなんて言ってないよ。まずは簡単な任務をこなすところから始めてもらうつもりさ。例えば研究に必要な資材を集めてきてもらうとか、試作兵器のテストに付き合ってもらうとかしつつ、最終的に兵士としての実力を高めてもらえばいい。どう？協力してくれるよね？ね？ありがとう。君に声をかけてよかったよ。これからよろしくね。今ミケに言われて君を呼びに行くところだったんだ。特訓希望なのか。いい心掛けだな。それでこの子に何の用だと。次に予定されている壁外任務に参加してもらう。俺たちの班に加えるってことですか？あ、ただし俺は別の任務があるから。ならばゲルバ、お前らでこいつの面倒を見てやれ。というわけだ。しっかり準備しておけよ。ミケさんもお前の素質には期待してんだろ。私たちだって
君の成長を見てみたいしね。ああ、しっかりと見極めてやるから張り切っていけよ。行くぞ。状況になったらすぐに俺たちを呼べよ。君の実力を疑ってるわけじゃないけど、神父に危ない真似はさせたくないからね。とはいえ、せっかくの機会だ。まずは思い切りやってみろ。いざ。救援要請を確認。私が向かいます。そうしたら、ゲルガさん、
お任せします。悪くないよ、その調子で頑張ってくれ。自信がある方だが、お前の働きもなかなか良かったじゃねえか。ああ、期待以上だよ。やっぱり君には見込みがあるようだね。君にはみんな期待してるんだ。これからもしっかり頑張るんだよ。任務ではよく働いてくれていたようだね。もっと面倒見てやるつもりだったんだが、その必要もなかったな。さてと、お前も疲れてるだろうから、任務の反省会はまた今度ってことでいいよな。よくやってくれた。君の技量についてはあらかじめ聞いてはいたが、確かに
調査兵としての素質があるようだな。ああ、これから実戦経験を積んでいくことで兵士として大いに成長できるだろう。共に行動して特に感じたのは、君が様々な問題に着目して解決していく能力に長けているということだ。そんな君に頼みがある。調査兵団の存続のため、新兵の立場からも意見が欲しいといったことは覚えているね。まだ組織の常識や暗黙の了解に染まりきっていない。新兵だからこそ提案できることがあると私は考えている。調査兵団は現在さまざまな問題を抱えているが、その一つが壁外調査での生存率の低さだ。長距離索敵陣形の採用によって改善されたとはいえ、今もなお生還できない兵士の数は少なくない。少数の生き残りによって戦力は維持されているが、兵団全体を見れば練度の向上に苦慮しているのが現状だ。そこで君にはこの問題の解決策を考えてもらいたい。そうだ、飲み込みが早くて助かる。兵団全体の練度の底上げができれば、壁外調査での生存率も改善が期待できる。次に会う時までに考えをまとめておいてくれ。新兵ならではの角度からの意見を期待しているよ。Thank you.